guessing gamer. You are my best friend. You'll play to the end. Let's play some games of Rising Gamer. Let's start the show.僕じゃダメなの？でもヘブンズドアーの処方は僕が作ったんだよ。僕がいなければ君たちは幸せになれなかった。そうだろ？そうよ、そうよ。ねえ、お薬ちょうだい。くれないなら買ってくる。買ってくる？君が？あんなのどこでも買える薬だもの。君は僕がいなくてもいいっていうの？買えるもんか、あれだけの薬を。あれだけの量用意したのは僕だ。配ったのも僕だ。ねえ君、僕がいるから君は幸せになれたんだよ。怒ったの？怒ってないよ。がっかりしただけさ。人間って本当に身の程知らずで感謝を知らないね。満たされた欲望はすぐに当たり前のことになってしまうんだ。怖い、怖いよ。怖がらなくてもいいんだ。僕は君を幸せにする。実験の結果は最後まで見届けなきゃならないしね。さあ、薬ならまだまだたっぷりある。欲しい？ちょうだい、早く。君は幸せかい？幸せよ、幸せよ。お薬飲んでる時だけ。そうか。お願い、早くお薬ちょうだい。早くちょうだいよ。ごめんね、まだ足りなかったね。まだまだ足りなかったんだよね。大丈夫、君は幸せになれるよ。松方しおり？偶然じゃない。しおりさん！しおりさん、しっかり。しおりさん、しおりさん。動かさないで。脳機能に何らかの異常が出ている可能性が高い。すぐに治療する必要が。あなたがやったんですね。名前を呼んでくれないかな。僕はもう名乗ってあるよ。アルファって言うんだ。アルファ？てめえが全ての元凶なんだな、アルファ。実験を取り行ったのがこの僕かってこと？だったらその通りさ。
せない。嘘、なんでこんなこと。どうした常森。人間ってさ、欠陥品なんだ。幸せへの道しるべがはっきりと示されてるのに、その通りに動けない。常森、答えろ。木野座さん、確認してください。ドミネーターが。だから僕は導いてあげることにしたんだ。もっと簡単に彼らを幸せにしてあげたい。そのための方法がヘブンズドアだ。彼らを作り変えるためのこの僕が見つけたやり方さ。君たち公安局刑事課一係は僕の邪魔ばかりしたよね。でも君たちは犯罪係数の高い存在しか捉えられない。だからその銃は僕には効かないんだ。貴様は何者だ。僕はアルファ、シビラの申し子。人を幸せに導くため作られた AI さ。 AI だと。バカな。貴様みたいな高度な思考処理を行う AI が開発されたなど聞いたこともない。ギノ、事実を見ろ。ドミネーターが認識できない存在がここにいる。そいつは人間だと思うか。僕は人間だ。いや違う、僕は AI だ。人間なんかじゃない。でも僕は人間として作られた。作られた？誰に？僕は あなたは一体誰？僕はアルファ、アルファだ。僕には名前がちゃんとある。そうだ、お母さんがつけてくれたんだ。お母さんが。ゆかりだ。そうだな。ゆかり。剣、君は剣、僕の敵だ。なのに君は僕のことを知ってるの？ああ、多分な。昔のお前とは大違いだが、お前のお母さんならよく知ってる。姫川ゆかりだ。お前を作ったのはあいつだ。そうだな。わからない。しらばっくれるな！ゆかりはどこだ？言え！知らない。わからない。思い出せないんだ。お母さんの顔も名前も。あなたも記憶を、私と同じように。やめて！僕は君なんか嫌いだ。君は敵だもの。そうとも、君たちに邪魔されてる場合じゃないんだ。僕は人間を幸せにしなきゃいけないんだ。なぜ？お母さんに褒めてもらうためさ。てめえ。どいて。そういうわけにはいかねえよ。
お前さんには遺体の盗難容疑がかかってる。執行対象にはできなくとも重要参考人に変わりはない。話を聞かせてもらうぞ。僕の邪魔をするな！邪魔だ！こいつ早え。組みつこうとするな。警棒を使え。君の名前は？鴻上信也。鴻上、覚えておくよ。君はちょっと違うね。長引かせてはダメ。機体は疲れを知らない。人間には勝てない。あんたはもう大丈夫なのか？私のことより彼を止めることの方が大事です。奴を止めるにはどうしたらいい？久我太刀城、あんたなら医療用擬態の弱点を知ってるだろう。弱点？副操情報によるネルバゴースト問題がそれに該当するかもしれません。専門用語で言うな。過大な情報入力が複数同時に発生すると内部情報処理に混乱が起こり、動作にラグが出ます。具体的には視覚および聴覚への刺激が域値を超えた場合、医療用擬態は最悪停止します。その刺激は光や音でもいいのか？理想的です。スタングレネードによる波状攻撃を行う。全員対処せよ。了解。選手交代かい？何？コウちゃん！何人かかってきたって平気だ。僕は疲れを知らないからね。そいつは羨ましいこったな。なんだこれ、頭が。おらおら、うらついてんぞ僕ちゃん。ノイズが発生している。頭の中で光と音のエコーが終わらない。0.2 秒のタイムラグを取って攻撃する。行くぞ。
ずい。ゼータが…ま、ちょっと待て。おい、しっかりしろ。データ障害を起こしています。この状態を解消するには機能のリセットしか方法はありません。その場合、奴の記憶はどうなる？消滅するわけではありません。ただ、読み出しができるかどうかは。壊れるな！聞きたいことがあるんだ。僕は壊れないよ。アルファ！一時退避、実験終了。機体廃棄。アルファ！逃げられました。彼はおそらくネットワークへデータ移行し、擬態を捨てたのでしょう。くそ、この手に捕まえたってのによ。ユーストレス欠乏症脳梗塞って聞いたことある？名前だけは。そう、メンタルサプリやストレスケアに過剰に依存する環境下で発症すると言われている疾患よ。この状態に陥ると外界からのあらゆる刺激に対する反応が失われ、やがて衰弱死する。松方しおりはそういう状態だったってことか。さすがの私も実際のケースは初めて見たけど、あらゆる所見がいわゆるユーストレス欠乏症脳梗塞の症状と合致するのよ。それってまだはっきりと認められた症例ではありませんよね。くだらん。薬物により脳機能が損傷したに過ぎないだろう。仮にギノザ監視官のおっしゃる通りだとしても、ユーストレス欠乏症はストレスケアへの過剰依存により徐々に自律神経が壊れていく病気とされています。発症機序は長期間にわたるものです。今回のような急性の発症は前例がありません。だから俺が言っているだろう、薬物の過剰摂取による症状だと。その症状が意図せざる事故ではなく犯人の目的だとしたら。何？それじゃあ君はまさか。アルファは彼が開発したメンタルサプリのカクテルの処方を名付けていました。ヘブンズドアーと。彼が開いた扉はこの世ではないところへ通じていたのです。人間を幸せにするってそういうことかよ。苦痛を感じず色相も濁らせずに生きること、それが幸せというなら、ユーストレス欠乏性脳梗塞こそがまさに人間の理想の末路ってわけか。そんなの生きてるって言えんのか。アルファにとっては大きな問題ではなかったのでしょう。彼は自らを AI と名乗っていた。それが事実だとすれば、彼の非人間的な発想も理解できないわけではないけれど。そのくせ奴は自分を人間だとも言い張ってた。矛盾した言動だ。ここに奴の動機の鍵がありそうだな。